こんばんは、あなたの出番です。ナビゲーターの平野恵子です。この番組はビンゴ地域の方に登場していただき、ゲストコメンテーターの小林文明さんを交えてテーマに沿ってディスカッションをしていきます。ではゲストコメンテーターの小林文明さんにご登場いただきましょう。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。今夜もよろしくお願いします。主役の方々をお迎えする前にですね、はい、福山未来づくり100人委員会に先だってちょっと参加されてましたね。フェイスブックを拝見したんですけど、ありがとうございます。いつも見ていただいてもうずっと見ていただいてますね。ブログも読んだのもいるし、チェック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 していただいてありがとうございます。多くの方々に、はい、チェックしていただいてると思うんですけれども、はいはい、これはどこの部会にいろいろありますよね。そうですね、これ福山未来づくり100人委員会っていうのは枝広市長になってから立ち上げをされて、はい、で抽選で選ばれた100人の方がですね、今参加をされているという状態です。でいろいろ中間報告もされて、はい、各部会に、100人で全部同じことを話すんじゃなくて部会に分かれられて今議論をされているというふうに聞いてます、はい、でこの100人委員会の中の部会のですね、子ども子育てに関する部会のメンバーの有志の方、プラスアルファ全く別の有志の方もですね、はい、含めて意見交換の場をということでお呼びをいただいて、政策とかアイデア作りのためにですね、今何考えてるのかっていう話を聞かせてほしいということでお呼びをいただいて、はい、意見交換をしてきました。いろいろオーダーをいただいてたんですが、まあ、今我々が提案をしていた子ども保険の話はどういうものなのか聞きたいとか、はい、あとはやっぱり幼児保育ですね。今保育所にお子さんを預けてるとですね、やっぱり熱が出た、風邪をひいたってなると急にお母さん実はお子さんを預かりにすぐ行かなきゃいけないんですよ。でこれはかなり大変ですが、なかなか病児保育の拠点も福山4カ所で、それ以外ではなかなか対応できないということで、これをもっと拡充できないかという話、あと障害のあるお子さんですね、はい、この方々がどういうふうに育っていくことができるのか、もっとサポートが必要なんじゃないか、こういうテーマをいただいていて、いろいろ意見交換をしてきました、はい、さっき言われた中で病児保育もどこがされている、はい、さっき、ね、4カ所の病院でされているんですけれども、はい、それも実はどこがされているかっていうのは周知そんなにもされてないそうですね。なかなか子育てに、ね、関わってないと知らないですし、はい、もしかすると子育てをしている方もですね、ちょっと分かりづらいところあるかもしれません、福山市のホームページもなんかスマートフォンに完全に対応してるわけじゃないので、はい、あれ早くスマホ対応にした方がいいなと思ってるんですけど、はい、私のブログに上げてますのでぜひ見ていただきたいと思います。で、まあ、我々もですねやっぱりそれ予算が必要なのでしっかりサポートしたいと思ってですけど、はい、その時私たちお伝えをしたのはまず病児保育から行くと、その施設を整備するっていうのはかなりお金と、ちょっと時間がかかるだろうと。でもその中でもしお互いにできることがあるんだったらまずやってみませんかっていうのでご提案をしたのは、最近あずままという、アプリサービスが流行ってまして、はい、結構まだ都心部だけなんですけども、登録した顔見知りのお母さん同士が、そのあずままのサイトに登録をしておくと、ちょっと1時間だけ今日預かってほしいんだよねっていうのがお互いにやり取りできる。でその時も、最低1回500円からみたいなものをやり取りもスマートフォンの中で決済がされる、はい、こういうお互い様助け合いをこう支えるサービスが始まっているので、困っている人同士でそういうコミュニティを、作ってたんだと。これは全く顔の知らない人に預けると不安かもしれませんが、お互いに顔を見せ合うことでですね、お母さんのコミュニティもできるんですね、はい、でこれは我々が子ども保険を提案した背景にもあるんですが、やっぱり昔私1983年生まれなんですが、その当時は専業主婦の世帯が7割だったんです、で今2016年2017年に行くと共働き世帯が6割なので、かなり実は子育ての環境変わってて、お母さんお父さん大変です。特にお母さんが孤独になってるっていう問題がありますから、やっぱりコミュニティを作っていくとか、時間的経済的精神的余裕をどうやって作っていくかっていうのがポイントだと思ってるんですね。でそういう中でいくと、そういう新しいサービスもちょっと使っていくっていうのもいいんじゃないかっていうのも提言をさせていただいてます。はい、いろんな意味でこうシェアができる世の中になってますもんね。はい、そうなんですね。で昔はお互い様困った時は助け合いで、こういうのがある種シェアの概念だと思うんですけど、はい、最近はそれをシェアリングエコノミーといって、なんかスマートフォンや IT を使って、より共有しやすい、情報共有がしやすい状態になっているので、はい、ぜひそういうところもこう昔に戻りながら新しい技術も使うと、
そうですね、はい、それがちょっとだけこうお小遣い稼ぎにもなれちゃう、そう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 いうことですね。相乗効果があるっていうところがすごくなんか特徴があって、はい、なんかこうタダでやってもらうと貸し借りでですねちょっと頼みづらいなっていうところをちょっとワンコインである種こう罪悪感もないっていうところがあるので、はい、ぜひあのこれは日本の文化のいいところだと思うので、うんうん、それを思い出しながらですね、はい、使っていくともいいんじゃないかなと思っています。はい、あのラジオを聴きの中には福山未来づくり百人委員会の委員の方もいらっしゃるかと思いますので、そういう方々もあこんな意見も出たんだよっていうのがあればどうぞこちらの番組まで教えていただければ嬉しく思います。お待ちしてます、はい、さあこのあなたの出番ですはパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組はゴーアブスさん、カネソ22の提供でお送りします。サロンでトーク、今夜の主役は三田学区まちづくり推進委員会委員長の宮沢泉さんと委員の中本敏子さんです。宮沢さん、中本さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そしてゲストコメンテーターは小林文明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、宮沢さん、はい、今回初の試みなんですよね、婚活イベント、はい、そうですね、ぶどう婚、はい、なんでぶどう婚なんですか。サンナといえばぶどうというぐらい有名ですので、はい、まずネーミングはぶどうの名前をつけたいと、こういったとこからつけております。ぶどう婚活でぶどう婚、そうです、はい、このきっかけ教えてください。はい、2,3 年前より何かサンナで若い人を対象にしたイベントしたいといったことは声は上がっておったんでありますが、なかなかこれをする団体がなかったもんですので、今回ふるさとのこれからを考える会を立ち上げまして、でそういった中で、サンナに何が足りないのかといったことを考えたときに、ぶどう婚婚活イベントをまずやってみようということで話が盛り上がりました。なるほど。三田地区にはでは、結婚をしたいなと思っている男の人、はい、女の人がたくさんいるってことですね。そうですね、はい、なるほど、はい、さあ中本さん、このぶどう婚、はい、具体的な内容どんなことをされるんですか、教えてください。はい、ぶどう狩りをまずしていただきまして、皆様に一房ずつ取っていただきます。それであのもう一房はもう違うぶどうなんですが、あの用意しておりまして、一箱に二房入れてお持ち帰りいただくようになっておりまして、その後に、ゲームもしていただきまして、バーベキューをお昼は準備しております。それで午後バス移動をいたしまして、新勝寺の庭と禅のミュージアムの方へ移動していただきまして、散策をしていただこうと思っております。あら、楽しそうですね、はい、なかなかね、カップルでこうぶどう狩りっていうのをねする機会もないですけれども、そんなところでこんな風にして撮るんですよみたいな感じで、はい、はい、話も弾むんじゃないかっていうことですよね、はい、まあ、バーベキューでも盛り上がるし、新勝寺でも盛り上がるし、はい、なんか美味しそうなイベントですよね。本当ですよね、なんか先になんていうか、デザート取っちゃってみたいな、ね、逆パターンですよね、はい、先にデザートいただいてからお肉に行く、はい、そうです、いいかもしれない、ヘルシーな感じしますね、はい、私サンナのぶどうほんと大好きで、美味しいですよね、最高ですね、最高です、はいはい、これ参加資格は何歳からっていうのが決まってるんですか。はい、あの20歳から50歳までの男女の方で、あの男の方25名、女の方も25名で募集しております。はい、参加費はいくらなんでしょう。参加費は男性の方は3000円で、女性の方は2000円となっております。はい、でもぶどう狩りもバーベキューも、そうなんです、新勝寺も、はい、入ってるんですよね。そうなんです。お得です。はい、ぶどうだけで元取れちゃうんですね。そうですよね。はい。はい。はい、お土産付きというお土産付きで、はい、はい、肝心な日時ですが、いつ行われるんでしょう。はい、2017年の10月1日の日曜日、9時半から16時までとなっております。はい、一日楽しめちゃうということなんですけどもね。はい、
小林さん、はい、婚活イベントに参加したことあるんですか？婚活イベントに参加者として参加したことはないですね。参加してみたいですか？あ、参加してみたいと思いますね。あの運営側としてやってるとなんか楽しそうだなとか、一方でなんかこう決まんそうだなっていう時もあったりとかするので、はい、ぜひお申し込みください。まだ間に合うということですね。ブドウは欲しいですね。ブドウ欲しい。お嫁さんも欲しいね。私はね、そうですよ、ピオーネ大好きなんですよね。申し込みたいと思われる方はどうしたらいいんですか？はい、サンナ公民館の方へあのファックスまたは E メールで、はい、あのお申し込みしていただいたらいいんですが、はい、福山市内の公民館にあの全部申し込み用紙をあの配布しておりますので、はい、あのお近くの公民館に寄られて申し込み用紙をあのいただいて申し込みしてくださったらいいと思います。わかりました。ファックスナンバーだけちょっとここで申し上げておきますね、はい、0849881312 9881312の方にどうぞ申し込みいただければと思いますけれども、はい、申し込みください。役場さんにもう少し、はい、何かこうね、はい、独身の男性として、うん、こんな風なのがあったらとか、いやここはちょっとやりづらいんじゃないとか、まだ間に合うと思うのでリクエストというか注文というかあればどうぞお二人に。2つあってですね。2つもある、はい、あの運営側を商工会議所の青年部でやったことがあるんですけども、はい、やっぱり難しいのって男性から女性にこう話しかけに行くって、はい、結構難しいんですね、はい、なのでなんかこう話すきっかけになることをあのかなり細かくたくさん用意をしてあげると、はい、あの交流が増えやすいんじゃないかなっていうのは、ね、はい、もうそれもね準備しております。さすがです、はい、皆さんにあの男性の方はあの一応セミナーというか、はい、あのレクチャーをして、事前にレクチャーがある、はい、すごいですね。設けております。そちらの方にも、はい、事前に参加していただいて、はい、当日参加していただければ、はい、もうしっかりとカップルできるんじゃないかと思います。あ、もう卒業生はコミュニケーション上手になっちゃう、はい、なるほど。これ二度おいしいですね。そうですね、その塾まで受けられる、はい、もう一個なんですけども、はい、これですね、地域の方がやった時ってすごい熱意があるがゆえにですね、はい、すごい見て回られるんですよ、はい、うまくいってるかなとか、はい、あの見られてる感がすごく、はい、あの逆にやりづらいっていう感じが、はい、出てる時があるので、はい、ぜひあの見守るのは遠くから見守ってあげた方がいいんじゃないかなと思ったりします、はい、あのその点もねもう十分対策してますんで、あのお手伝いはしてもらうけど、人前出たらいけませんよということで役員の方が念をしてますので大丈夫だと思います。素敵な姿だなと思うんですね、はい、あの大丈夫かなって、はい、うちの地元の、ね、あれ変えて大丈夫かなって、多分地元の人ほど地元の人に見られるのが結構嫌ですよね。そうなんですよ、私の演説会に母親来てると結構気まずいなと思いますから、ぜひそうなんだよ。ブドウ、ブドウいいですね、はい、遠くからじゃあ望遠鏡とかでね、これあうまくいってるかなみたいなね、そんな感じで、でもまああの実際のね独身の男性からこういう風な意見をもらうということで、ますますね充実して、はい、みんなが楽しめて、はい、カップルになったらますますいいですよね。いいですよね。そうですね。ぜひね。はい。これ私おすすめのポイントが一個、はい、お二人言わないから私なんですけど、はい、これ今このサンナのことってものすごい実は評価が高いんですね。沼熊ぶどう全国的に、だから売れてるんですよ。はい、で今回も参加される方で。あのブドウ農家さん結構いらっしゃいますね。そうですね、はい、これ以上私言いませんが売れてるんです売れてる、はいはい、しかも海外輸出まで今、はい、実はですねどんどんされてるということなの で、ね、かなり将来有望な農家男子が参加しているということだけはご理解いただきたいと思います、はいはい、なるほど、地域的にもね全国から世界から注目をされるかもしれない、はい、いやされつつあるみたいですね、はいはい、ちなみにあのサンナって山南ってそう書くんです。これね多分位置もですね、ちょっと言ってあげた方がいいかもしれませんね。あの荒井谷の坂を登って、うん、沼熊川に降り始めて、はい、熊野をちょっと過ぎるんですね。そうです、過ぎたあたりからまあサンナっていうことで、かなり広いですね。でもね、サンナ広いですね。はい、はい、そこで行われますブドウコン10月1日です。まだ間に合います。我こそはと思われる方は早速ファックスを送っていただければ嬉しいです。さあではそこでカップルになってもしかしたら披露宴でこの曲かかるかもっていうそんな曲お届けしようと思います。ちょっとだけ昔の曲なんですけれども今聴いても素敵っていう
をセレクトしてみました。竹内まりやで本気でオンリーユーを。ではここからは今夜の主役、旦那学区まちづくり推進委員会委員長の宮沢泉さんと委員の中本敏子さん、そしてゲストコメンテーター小林文明さんに地元の結婚問題をディスカッションしていただきたいと思います。独身の私が皆さんの手を伝えるわけなんですけど、まあ、結婚問題という問題って言われちゃうのがですね、そもそも問題なのかもしれませんが、なのかもしれませんが、すいません。はい、でもじゃあ地元の結婚について同じですね。同じです。はい、すいません。でも私もまだ結婚してないんですけども、せっかくなんで先輩お二人にですね、それぞれこう今なんでこの独身の方がですね増えているんだろうかというところにちょっとまずはご意見をいただいてみたいなと思います。はい、女性の立場から言いますと、はい、やっぱり女性が自立してお金を持ってるからかな。はい、だから別に、だから別に結婚しなくても、はい、まあ、自分で生活できるし、はい、女性の場合は、まあ、一般的な家事っていうか洗濯とかお食事にしても全部できるじゃないですか。男性の方はその点についてちょっとやっぱり家族の方に依存してるかなっていうのがあると思います。申し訳ございません。はい、はい、確かに最近テレビ CM で結婚しなくても幸せになれる、なれる時代にあえて私はあなたと結婚したいっていうメッセージが流れてるんですけど、それはすごく反響を呼んでいて、確かにそうだなと、こういうのあると思うので、結婚に求めるこう意義みたいなものが実は変わってきてるっていうのはあるかもしれませんね。それは確かに一つそうだと思います。一方で宮田さんいかがですか。はい、男性の立場からするとおそらく出会いの機会が少ないんじゃないかと、うん、それとだんだん男性が積極性が薄れてきておるんじゃないかなという思いがありますね。それと、はい、無理に奥さんいなくても、ええ、お母さんが全てのことをやってくれるんで、はい、実家におれば何の不自由もないという、こんな感じの方がたくさんおるじゃないかなという思いがしますね。はい、確かにそれぞれそうかなと思わされるところがありますね。はい、我々も結構政治の世界でこの議論っていうのはあって、人口減少っていうのは一番大きな難しい問題だと思ってるんですが、実際に数字見るとですね、結婚をされてると出産の数っていうのは非常に多くて、はい、一方でやっぱり独身の比率が上がっていると、こういうことだと思います。でそういう意味ではなぜ結婚できないんだろうかっていうのを考えるとですね、まさにお二人のおっしゃった件があって、かなり価値観が変わってきてますねと。結婚が本当に、ね、絶対必須のものなのかっていうのはそうじゃないんじゃないのっていう方が増えてるし、一方でそのあれなんですよね、結婚するにもやっぱお金の余裕がないという問題も起こってきているんで、我々としてはやっぱできる限りまず経済的なですね理由は私たちで政治で頑張って解決をしたいと思っていますが、一方でそのなんか楽しみ方がすごく増えているので、携帯電話もあるし他の娯楽もたくさんあるので、なんかこう女性と2人で過ごすさなくても楽しいと思っている独身の人も多いのかもしれません。そういう中でいくとですね、政治ではちょっと経済的な問題解決したいと思いますが、一方で地域でも解決できる問題があるんじゃないかなと思っていて、それは例えば住まいですね。そうですね、なんかを例えば家賃が安いとか、まあ、空き家があってそこをみんなでリフォームしてあげると非常にこうお金かからずに結婚生活を送れるよって、こういう取り組みをしている地域もあると思うんですけど、どうですか、サンナなんかもそういうことをやってみようなんていう話はあるんでしょうか。そうですね、今はこの婚活イベントをまず行うと、そうすると当然サンナに住んでみたいなという方がもし出てこられれば、そうしたら今度は住宅のどうするのかということがありますよね。まあ、これからの課題になると思うんですが、そういう話はもうずいぶん前から出てるんです。もう三代でもそんなことできないのかなと言ったことがあります。それも、まあ、我々だけではちょっと難しいのかなという、業者の方にもお願い しながらやっていく必要があるのかなという気がしてますね。宇都宮町なんかはまさに将来を考える会というのを作られて、かなり昔から空き家バンクというのをやられて、移住も今60人超えたんですかね。かなり移住者をこう空き家バンクで空き家に受け入れているってこういう状況があるので、そういう意味では
あの取り組みを参考にしながらできるかもしれませんね。そうですね、はい、一方でこのやっぱり地元に、ね、結婚してもらえたらぜひ定着をしてほしいというのがあると思うんですけど、ぜひサンナのお二人としてはサンナのいいところお話をちょっと聞いてみたいなと思いますが、はい、いかがですか。はい、サンナのいいところ、うん、もうもちろん今先ほども申し上げましたがブドウ、もうブドウの一言に尽きると思うんですが、あの人情味のある温かいところで、あの野菜と言いますか自然もあの素晴らしいとこですし、あのお魚 もう新鮮なものがあの手に入りますし、大変住みやすいところじゃないかと思っております。女性目線でここが一番住みやすいってあります？私はやっぱりそのさっき申し上げましたが、やっぱりそういうあの野菜とかそういう新鮮なものが、うん、はい、あの取れるところが一番サンナの大好きなとこですね。確かに沼熊、はい、にも近いですからね、はい、海からも、はい、美味しいものがすぐ道の駅も近いし、はい、確かにそうです、ね、いかがですか皆さん。地元へ住んでおったらやっぱり意外とその魅力がわからないんですよね、はい、ですからあの一回町へ都会へ出られてまたふるさとへ帰っていろんな活動されている方がいらっしゃいます。今新聞なんかでも、ね、よく取り上げてあのもらってると思いますが、あの古民家を改修して、はい、たまる屋さんなんかそうですかね、そうですね、飲食なんかね提供したり、はい、昔の学校の文庫法、バラの、はい、鶴バラ屋さん、鶴バラ屋さん、はい、こんなんもありますし、ぶどう農家を目指して都会の人が研修生として今活躍しておられますのでね、こういったのは大抵外から見ると魅力に見えるんじゃないかなと思うんです。ですからこういうのを我々がいかにこれから皆さんにその発信していけるかということになってくるんじゃないかなというふうに思ってますね、うん、確かにあの沼子の農協の方でもね、うん、その研修生を受け入れて、はい、今2期生になってたんですよね。前回も6名ですかね、はい、いらっしゃると思います、はい、女性が1名いらっしゃいます、はい、ねえすごいですよね。前の1期生も活躍をされてるってそうですね、はいはい、私ね、サンナの良さはたくさんあるんですけれども、うん、一つに子育てしやすいっていうのがあるような気がするんです。自然の中で子供を育てることができて、うん、で実はその近くのいくつかの小学校に行く機会があるんですけれども、はい、違うんですよね子供たちがね。何が違うかっていうとね、のびのびしてるんです、はい、であの子供らしい発言っていうんですか、はい、そういうのくったくない、なんかそんなに人にこう大人に気を使わないような、そういうのってやっぱりちょっとこう街中とあの、ま、地域性っていうんでしょうか、そういうの少しずつこう違ってきてるのかな。もちろん街中には街中の良さがあるんですけれども、そういうサンナにはなんか子育てしやすいっていうんですか、上層教育にぴったりのような、はい、そんな気がするんです。ありがとうございます、うん、もう本当にあの子どもたちがもうあの学校の登下校の時でもちゃんと挨拶してくださりますし、やっぱりのびのびとあのすごい素直な子どもたちばっかりいるなっていうのを感じております、うんうん、それでも重要ですね、やっぱり子育てしやすいかどうか。そう思います。でしかもこうやって外から、ね、帰ってきた人間が活躍してくれてるっていうことを PR してくださるってことは、こう外から来た私たち若者を優しく受け止めてくれる、うん、そういう風土があるっていうことですかね。そうですね、ね、はい、はい、ぜひ外からのね、いろんな、はい、あの新しい風を入れてもらいたいなと思いますね。いや、いいですね。あの我々も地方創生のポイントはよそ者、若者、バカ者ということになってましてですね、やっぱりそのずっと地元にだから分かることと、やっぱり他のところから違う視点で見たら分かること、宮沢さんもおっしゃっていただきましたが、あるので、やっぱり移住の成功はですね、やっぱりその移住してきた人たちをどれだけこうオープンに受け止められるかっていう地域側も重要だと思います。そういう意味ではこういうお二人がいるっていうのはサンナの魅力なんじゃないですかね。そうですね、はい、はい、ぜひ頑張っていただきたい、はい、ありがとうございます。大成功間違いなしですね。お祈りします、はいはい、よろしくお願いします。今夜はどうもありがとうございました。今夜の主役はサンナナフクまちづくり推進委員会委員長宮沢いずみさんと委員の中本敏子さんでした。
いやお得ですね。お得ですね。お得ですよね。ブドウコンですよね。ブドウコン。はい。私ね、何がいいかって言ったら、やっぱり自然の中で触れ合うことができるっていうのが、はい、あのなんていうんですか、部屋だとですね、緊張感が ね増しますよね。はい、増します。片手見てる方としても、あ、緊張してるっていうのが伝わってくるので、もう増し増しなんですね。それがこうでいろんな場面変えながら。うん、でしかもバーベキューもして、はい、バーベキューっていいんですよね。あ、いいですね。お互いの役割も見えてきて、あ、この人気がつく人だとか、リーダーシップあるわとか、ね、サポートしてくれるわとか、はい、その部分が見えるっていうのも、はい、いいですよね。いいですし、でその後新勝寺散策ですから、また綺麗な文化的な感じも、ちょっとだけ紅葉が見れるかもしれない。あ、そうかもしれませんね。10月1日ですからね。入っちゃってて庭綺麗ですからね、あそこ。そうですよね。そうです。なんかいいですね、男子にもこういろいろチャンスがあって、なんかやっぱアピールするところって人とそれぞれ違うじゃないですか。だから文化的なところとか、はい、リーダーシップとか、なんかこう体力とかですね、お話とか、なんかこうチャンスがいっぱいあるのがいいなと思って、はい、まあ、女子がリードしてもいいと思いますけど、ね、あ、ぜひお願いします。ぜひお願いします。はい、とにかく自然の中であの人と人が触れ合っていい出会いができたら最高ですね。最高です、はい、まだ間に合うということです。どうぞお申し込みください。さあ、ゲストコメンテーターは小林文明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ナビゲーターは平野恵子でお送りしました。あなたの出番です。次の主役はあなたの番かも。それではまた来週。この番組は高和物産カネソ22の提供でお送りしました。さようならということで手振ってください。はい。